こんにちは、ホタルアミキッズです。今回はこちらの糸を使ってブランケットを編んでいきます。先日セリアで購入しましたグラデーションブークレです。こんな感じの糸になってます。これをカラーナンバー1番から5番をそれぞれ使っていこうと思います。こちらが1番になってます。ピンク系のカラーです。カラーナンバー2番オレンジ系のカラーになってます。カラーナンバー3番です。こちらが4番、5番を使っていきます。あとこちらはダイソーで購入しましたメランジテイストです。ペールグレーとダークベージュを使っていこうと思います。かぎ針は8号で編んでいきます。まずはメランジテイストのペールグレーを使って編んでいきます。まずは作り目です。結び目をします。鎖編みで編んでいきます。作り目は3の倍数プラス2目で調整していきます。鎖を125目編んできました。長さは約83センチになっています。最初の段は長編み段で編んでいきます。鎖3つで立ち上がります。立ち上がりの目にマーカーをつけておきます。今マーカーをつけた目を合わせて1、2、3、4、5、5つ目の裏山をすくって長編みしていきます。糸をかけて5つ目の目の裏山です。ここをすくって糸を引き出して長編みを編んでいきます。立ち上がりの鎖3目も長編み1つとしてカウントしていきます。一目に一つずつ長編みで編んでいきます。端まで編んできました。次の段も長編みで編んでいきます。鎖3つで立ち上がってマーカーをつけておきます。編み地を返します。一目に一つずつ長編みを編んでいくので隣の目です。ここが立ち上がりの目になるので次の目、ここの頭をすくって長編みをしていきます。ここも端まで編んでいきます。長編みで2段編んできました。次をダークベージュを使って編んでいこうと思います。最後の端の目を編むときに糸を変えながら編んでいきます。マーカーをつけておいた一番端の目に糸をかけて目をすくって糸を引き出します。一度だけ引き抜いて長編みの未完成の状態で糸を持ち替えて編んでいきます。ダークベージュで引き抜いて長編みを完成させます。次は細編み段で編んでいきます。鎖1で立ち上がって編み地を返します。2本の糸端を巻き込みながら編んでいきます。根元に針を入れて糸端をかぎ針の上に乗せて引き出して細編みです。最初の目にマーカーをつけておきます。一目に一つずつ細編みで編んでいきます。何目か編んでこっちのペールグレーの方だけ糸をカットします。あとは一目に一つずつ端まで細編みしていきます。端まで1段編んできました。次の段も同じように細編みで編んでいきます。鎖1で立ち上がって編み地を返して
根元に細編みで編んでいきます。最初の目にはマーカーをつけておきます。同じように一目に一つずつ細編みで端まで編んでいきます。4段目の最後の部分です。次の段をグラデーションブークレに糸を変えて編んでいこうと思います。細編みの最後の目で糸を変えていきます。マーカーをつけておいた目に針を入れて糸を引き出します。この状態で糸を持ち替えて引き抜いて細編みを完成させます。次は鎖3つで立ち上がります。立ち上がりの目にマーカーをつけておきます。編み地を返します。次の段は長編み3つのブロックを編んでいこうと思います。ここが根元の目になります。ここの次の目を飛ばしたその隣の目です。根元の目一つ飛ばした隣の目、ここに長編みを3目編んでいきます。1 2 3、1、2個を飛ばした隣の目に長編みを3目です。1 2 3、最初は一つだけ飛ばした隣の目に長編み3つを編んでいます。次の目からは2つ飛ばしで長編み3目を編んでいきます。1、2個飛ばした隣の目に長編みを3目、これを繰り返して端まで編んでいきます。端まで編んできました。最後1、2目残っています。長編みを3つ編んだらマーカーをつけておいた目に長編みを編んで編み終わります。一目飛ばした最後の目です。ここに長編みを編んで終わります。次の段は鎖3つで立ち上がります。立ち上がりの目にマーカーをつけて編み地を返します。次の段はブロックとブロックの間に長編みのブロックを編んでいきます。編み始めは長編みと長編みのブロックの間です。この穴の中に長編みを一つ編んで編み始めていきます。立ち上がりの目と長編みを編めたら次の目から長編みを3目ずつ前段のブロックとブロックの間に編んでいきます。これを繰り返して端まで編んでいきます。端まで編んできました。最後はマーカーをつけた部分です。長編みのブロックと立ち上がりのこの間の穴の中に長編みを2つ編んで編み終わろうと思います。1つ同じ穴に2つ長編みを編んで編み終わります。1玉で約42メートル入ってます。もう1段編めそうなのでこの1段目を編んできた模様編みと同じように編んでいこうと思います。糸が足りないという方はこの2段で編み終わっても大丈夫だと思います。では次の段同じように鎖3つで立ち上がってこのマーカーを立ち上がりの目に付け替えて編み地を返して編んでいきます。前々段の編み方と同じなのでこのブロックとブロックの間です。この穴の中に長編みを3目ずつ編んでいきます。では端まで編んでいきます。端まで編んできました。次の段をメランジテイストのダークベージュを使って編んでいきます。
ここも色を変えて編んでいくので、マーカーをつけておいた目でも、この前段の長編みと長編みの間でも、どちらでも大丈夫です。ここに針を入れて糸を引き出して、長編みの未完成の状態で糸を持ち替えて引き抜いて長編みを完成させます。 3,4 段目で編んできた時と同じように細編み段を2段編んでいきます。鎖1で立ち上がって編み地を返します。細編み段なので2本の糸端を巻き込んで編んでいきます。まずは根元に細編みです。ここに針を入れたら、糸端をかぎ針の上に乗せて糸を引き出して細編みします。グラデーションブークレの方は少し糸を残してカットしておきます。3段編んで残りこれくらいでした。ちょうど3段分の長さで編めたかなと思います。1目に1つずつ細編みしていきます。前段で編んだこの長編みの頭です。ブークレ糸なのでちょっと目が見えにくいんですが、この長編み1本の頭をすくって、糸端をかぎ針の上に乗せて細編みしていきます。長編みの頭をすくって細編み、一目に一つずつ端まで編んでいきます。細編みで2段編んでいくので、8段目9段目まで細編みで編んでいきます。この長編みのグラニーステッチを2段で編み終わっても、この上を細編みで編んでいきます。1目に1つずつ細編みで編んでいきます。では9段目まで編んでいきます。9段目の最後の部分です。ここも次の段で色を変えて編んでいきます。メランジテイストのペールグレーで編んでいこうと思うので、最後の目で色を変えて編んでいきます。次は 1,2 段目で編んできた時と同じように長編み段で編んでいきます。鎖3つで立ち上がって、マーカーをつけて編み地を返して編んでいきます。ダークベージュの方は糸を少し残してカットします。1目に1つずつ糸端を巻き込みながら長編みで2段編んでいきます。長編み2段編んできました。今編んできたこの1段目から11段目の編み方を繰り返して編んでいこうと思います。この真ん中のピンクの部分、グラデーションブークレのところだけ、今回これを1色ずつ購入してきたので、この色を使って編んでいこうと思います。で、次の段はまたこの長編み2段から編み始めていくので、この部分が 1,2,3,4 段分長編みが入ってくることになります。1段目から11段目の配色と編み方を繰り返しながらしばらく編んでいきます。真ん中のグラデーションブークレのとこだけ色が変わってくる感じです。ではしばらく編んでいきます。ブークレヤーンを5色使って編んできました。全部で55段編んであります。最後長編み段で編み終わって縁編みをしていこうと思います。使ってきたメランジテイストがダークベージュの方が3分の1ぐらい残ってて、ペールグレーの方が3分の2ぐらい残ってます。全部使い切っていきたいので、縁編みのところでちょっと色を変えて編んでいこうと思います。最後の長編みを一度ほどいて、長編みの未完成の状態で糸を変えていこうと思います。ダークベージュの方で1段くらい編んでいこうと思います。ペールグレーの方はそのまま糸を残しておきます。鎖1で立ち上がって、最後の長編みを編んだ間です。長編みと長編みの間に針を入れて、糸端を巻き込みながら細編みを1つ編みます。
この目にマーカーをつけておきます。同じように今編んだ長編みと長編みの間に細編みを2目編んでいきます。今この隙間には細編み3目入っています。このマーカーをつけた目が角の目になります。長編み1段に対して細編み2つ、細編み段1段に対して細編み1つを編んでいこうと思います。次1段下にずれたところで細編みを2つ編んでいきます。次は細編み段を編んだ目なので、このサイドの部分入るところで大丈夫です。ちょっと目がきつくなっているので入りやすいところに針を入れて細編み1段に対して細編みを1つ編んでいきます。次下の段でここも入るところに針を入れて細編みを1つ、次はブークレヤンで模様編みを編んできた段です。ここも長編み段で編んであるので、この1本長編みの柱をすくって細編みを2目編んでいきます。その次の下の段、ここ長編み2つ分で編んであるんですが、この1本だけをすくって細編みを2つ編んでいきます。この要領で端まで編んでいきます。最後の端の部分編んでいきます。長編みの柱をすくって細編みを2つです。最後角の目を同じ穴の中に針を入れて細編みして編んでいきます。今編んだこの目が角の目になります。この柱をすくって全部で細編み3目編んであります。次は作り目をすくって細編みしていきます。作り目の最初の端の目です。ここをすくって細編みです。一目に一つずつ細編みで端まで編んでいきます。ここも端まで編んできました。最後はこの立ち上がりの目、最初の目に細編みして編み終わります。次は角の目を編んでいきます。立ち上がり目と長編みの間に細編みです。角の目にはマーカーをつけておきます。同じように立ち上がりと長編みの間をすくって細編み2つ編んでいきます。この穴の中には細編みが3目入っています。この要領で角の目も作っていきます。同じようにしてぐるっと一周編んでいきます。ぐるっと一周編んできました。最後一番端の目に細編みを1つ編んで編み終わります。マーカーをつけておいた目に引き抜き編みをしてこの段を編み終わります。針を入れて、この時に休めておいた糸に持ち替えて引き抜き編みをします。ダークベージュの方は糸が少なくなってきたのでここで編み終わります。少し糸を残してカットします。ではペールグレーを使って次の段を細編みしていきます。今引き抜き編みをしたこの目が角の目になります。角の目には細編み3目の増し目をしていきます。鎖1つで立ち上がって根元に細編みです。糸端を巻き込みながら細編みします。今編んだ細編みを角の目にします。同じ目にもう1つ細編みします。
編み始めの角の目は細編み2目でスタートして、他は1目に1つずつ編んでいきます。ぐるっと1周編み終わった時に最後角の目にもう一つ細編みをして、全部で3目にしていきます。隣の目から細編みを1目に1つずつ、次の角のところまで編んでいきます。マーカーをつけた角の手前まで細編みしてきました。この角の目には細編みを3目増し目していきます。1つ、2つ、この2個目の細編みの頭にマーカーをつけておきます。ここが角の目になります。同じ目に3つ目の細編みです。他の角の目も同じようにして編んでいきます。1周編みます。ぐるっと1周編んできました。最後は編み始めの根元です。ここに細編みをして編み終わります。これで角の目に細編み3目編み入れたことになります。最後はマーカーをつけておいた目に引き抜き編みをして、この段を編み終わります。この要領で角の目に細編み3目の増し目をしながら、好きな幅になるまで編み続けていきます。今回は糸の残量が少なくなってきたので、ここから模様編みで最後の段を編んでいこうと思います。鎖1で立ち上がって根元に細編みです。頭にマーカーをつけておきます。鎖を2つ編んで、1目飛ばした隣の目に細編みします。鎖を1、2個編んで、1目飛ばした隣に細編み、これを繰り返して1周編んでいきます。前段で角の目にマーカーをつけてきたと思いますが、ここはもう角の目は気にしないで、細編み、鎖2つ、1目飛ばした隣に細編み、これを繰り返してぐるっと1周編んでいきます。縁編みをぐるっと1周編んできました。編んできた縁編みの細編み段は毎段偶数段になってます。この縁編みは2目1模様で編んであるので、最後細編みが1つ残っています。鎖を2つ編んで、1目飛ばした隣の目がマーカーをつけた目になります。この目に引き抜き編みをして編み終わります。このまま糸を長めに引き出してカットします。最後はとじ針を使って糸を隠していきます。編み地の後ろ側に糸端を持っていき、編み地の裏側で糸端を隠していきます。前段の細編み段の中に隠していくと見えにくいかなと思います。余分な糸はカットします。今回は大きめのブランケットが編めました。グラデーションのブークレヤン、こんな感じで色が変わってます。今回は新しい色5色使ってきたんですが、お好きな色で編んでいただけたらなと思います。縁編みの部分も簡単な編み方なので、いろんなブランケットで使っていけれる編み方になってるんじゃないかなと思います。何かのご参考になれば嬉しいです。最後までご覧くださりありがとうございます。